はいどうもこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。ということで今回はホンダ新型 Nボックス のノンターボモデル、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。10月に正式発表となった3代目の Nボックス、パワートレインの構成はノンターボ、いわゆる自然吸気のエンジンとターボエンジンの2種類あるんですが、通常の Nボックス はターボグレードなくなってしまいました。ということでノンターボの走りはどうなのか、今日は一般道と高速道でじっくり確かめてみようと思います。ということで乗っていきましょう。はい、ということで今回は新型 Nボックス ノーマルの NA グレード、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。今回車を貸していただきましたのはホンダカーズ三重東旭店さんです。いつもありがとうございます。しかも今日はですね、 NA のノーマル乗っていますけども、また次回カスタムターボ、こちらもご紹介します。まあ、私も Nボックス 契約していまして、この3代目の走り味どう進化しているのかめちゃくちゃ気になっていましたし、もう走り始めてワクワク止まりませんけども、今日は一般道と高速道、この2セクションでご紹介していきたいと思います。で、今乗っていますのはプラチナホワイトパールの Nボックス、 ノーマルで NA グレード、駆動方式 FF、 車両金額165万円です。で、外装の雰囲気などは皆さんにお伝えしています。さらにこのグレージュ内装もお届けはしていますけども、ナビゲーションこれついてるの初めて見ました。今回装着されているのは8インチです。これディスプレイオーディオもありますけども、今ついてるのは15万円ほどする通常のナビゲーションですね。でもこれでもね、いいかもしれない。なんかフィッティング素晴らしく美しいし、私は9インチ選択しましたけども、10万くらい高いんですよね。なのでコストパフォーマンスで考えるんだったら、こちら8インチがおすすめです。っていう話はさておき、走り味ですよね、どうかというところです。まあ、乗り始めていいところもあれば、まあ、ちょっと気になるポイントも散見するので、まあ、それをまず一般道でご紹介していきましょう。まずいいところはやはり見晴らしが素晴らしく良くなりました。このフラットなダッシュパネル、これが一番の進化だと思いますね。先代はメーターがぴょこっとこう飛び出していて、アウトホイールメーターになっていました。ただ新型はメーターがここに入りましたので、まあ、そういう意味では本当ね、前方見た時のスッキリ感がめちゃくちゃ増してます。まあ、日常的に使う車ですから、やはりこういう見晴らしの良さとかノイズレスな視界、このあたりは非常に大事だと思います。そのあたりを3代目は着実に進化を遂げていて、ここいいポイントですね。ただちょっと気になるのはやはりこれね、ステアリングテレスコピック機能ありませんでした。ここは残念ですね。ステアリングと腕の最適具合からするとシートはちょっと前に来てる感じはしますので、まあ、あくまでこれ身長175センチの私の体格でのお話になります。やっぱこれテレスコピックでもうちょっとこう手前にステアリングは来てほしいかなと思います。あとね、皆さん気にされていた車速感応式のドアロック、これがあるのかないのか、これねないですね。今だいたい50キロくらいで走り始めていまして、もう5分くらい経つんですけども、はい、今手動でロックしました。これね、残念ながらなくなってしまいましたね。まあ地味に重宝していたというか、まあ、後ろねチャイルドロックありますけども、チャイルドロックかけていない時に万が一お子さんがスライドドアのノブを操作したとしても、ドライバーの操作なしにロックがされますので、まあ、安全上相当ね重宝していたという声もあります。なのでこれあえてなくしたのはなんでかなと思いますけども、まあ、残念ながら今回の新型はこの機能省略されています。で、これね、パワートレインとかご紹介する前に良くなったポイント、今自然とこうブレーキをかけましたよね。ここのフィーリングがかなり良くなってます。先代から比べるとすごく踏み心地がナチュラルになりました。バイト感もある。でも急にそのブレーキ圧が高まったり弱まったりする感覚がなくなりまして、本当自然にこうリニアにブレーキをかけていける印象に変わりました。
今までね、ハイドロリックブレーキブースターっていうのが入っていまして、素早くブレーキを踏むと、一気にこう、ブレーキ圧が高まって、制動力高まっていたんですよね。なので、なんかこう、ギクシャクする印象があった中、新型はそれがなくなってます。自然な踏み心地で、扱いやすくなっています。さあ、ということでパワートレインをご紹介しておきましょう。今回搭載されていますのは 660cc の自然吸気のユニットになっています。最高出力は58馬力、最大トルク 65Nm となっています。なのでスペック的には先代と変わっていません。で、その走り心地がねどうかというところなんですけども、今一般道でそんなにこうアクセルは強く踏んでいなく、まあ一般的なこの走行状態に合わせて加速をしている状況です。これでね特に不満を感じることはないっていうのが正直なところですね。まあ確かに最初スタートする瞬間とかは少しこう回転数が高まってしまうような印象はあります。でもそこからちゃんと踏んでいけば加速はしますし、まあ一般道を走ってる限り、また乱暴な運転をしない限りはこれで十分かなっていう印象はあります。で、先代と比べてパワー感どうかっていうところは、これはね、まあ、私主観評価ですけども、まあ、大きく差はないと思います。車両重量も 910kg で、これ確か先代と同じです。で、トランスミッションも無段変速機 CVT、まあ、これちょっと改良されてるらしいですけども、組み合わせとしては同じですし、まあ、大きく加速感が変わるわけがないんですよね。まあ、変わるとしたらスロットル制御の味付けを変更してるかなっていうところです。で、今回はアクセルオフした時とかのこのガタガタ感とか、そのあたりのフィーリング、いわゆるスペックでは現れない部分を追求してブラッシュアップしたということです。まあ、確かにそのあたりは少し良くなってるのかなと思いますし、なんかこう自然に走れてる感覚はありますね。アクセルをパッと離しても急減速はしなくて、なんかこう車のギクシャク感はないです。なのでナチュラルでこう自然な乗り味がありまして、まあ、この辺はね実は CVT の改良がうまく合わさっているポイントになります。そして乗り心地、一般道での乗り心地ですけども、これはねなんかある意味ホンダっぽくないね。すごくしっとり、また突き上げとしてはあまりね多くないんです。なんか丸くいなしてる感じがありまして、一言で言うならば乗り心地良くなってます。角が取れたというか、まあ、14インチのタイヤ&ホイール履いていまして、まあ、そこでちゃんとエアボリュームも確保されています。まあ、それの効果と、あとはサスペンション周りもこれダンパーのセッティングちょっと変えてる可能性はありますね。少し柔らかくなったような感じがありまして、乗り心地としてはよりこうコンフォートな印象があります。まあ日常運転するにあたっておしとやかでふわっとしたいなし具合の方がいいのかなと思います。まさにそのテイストが強調されていて、乗り心地はねほんと良くなってますね。あー、ここもすごくスムースです。これ先代より良くなったかもしれない。アイドリングストップから復帰する際の振動がこうあまりドライバーであったり同乗者に伝わらないような、なんかいいですねこれ。ちょっとした進化ですけども、こういう部分も良さとしてちゃんと実感ができます。これシートもいいのかな、リビングライクなシートになってますけども、これもかなり肉厚なんですよね。なのでここでこのブルブルした振動っていうのを少し抑えてるのかもしれませんけども、アイドリングストップから復帰した際の振動かなり減ってます。そして今信号待ちで止まっていまして、ブレーキペダルから足離します。オートブレーキホールドちゃんと今回もついてます。なので信号待ちで止まった際、また渋滞にはまった際はこういう機能がついていますので、運転疲労度を軽減できると、そういう機能が実はついています。ただ惜しいのは、残念ながらメモリー機能はないんですよね。ホンダは ZR-V もしっかり、ステッパー号もついてるんです。でも NBOX なぜかついてないっていうね、ここはどうしてっていう感じがします。本当に惜しい、技術はあるのにつけないっていうね、
謎ですね。ステアリングフィール、これは基本的に非常に軽々と操作できます。スイスイとこう走ってもらえるような感覚でして、まあ、この辺りはファミリーカーとして使ってもらうにあたっていいポイントかもしれません。で、切れ味としてはそんなに鋭くなくて、まあ、ゆったりとこうラフというかダルな印象は結構ありますので、そんなにこうキビキビしたハンドリングではありませんけども、まあでもステアフィールとしてはすごくナチュラルですし、実は今回この電動パワーステアリングのソードフィードバック、この辺りにも手が入っていまして、ちゃんとね進化はしています。先代はもう少しねこの手応えにばらつき感があって、カクカクまではいきませんけども、こんなに滑らかではありませんでしたね。なのでこういう手触り含めてちゃんと進化はしていますし、車の上質感というのは間違いなく増しています。いや、それにしても乗り心地本当にいいですね。はい、今少し無言で、まあ、結構アクセル踏み気味に加速をさせましたけども、まあ、うなりレベルとしてはこんな感じです。なのでなんか頑張ってる感は正直ありますよね。まあでもこれもね別にものすごく不快かって言われたらそんなことはなく、また通常巡航に戻りますとだいたい回転数は1500回転以下くらいでずっとキープして走りますので、巡航中は決して騒がしくありません。さあ今しばらく走ってまして、いいポイントね見つけました。高速入る前にこれお伝えしましょう。あそこのピタチューミラー、これめちゃくちゃ見やすくなりました。表面が A ピラーの前の部分、これに一つついています。でもう一つドアミラーの下にも実はついているんですけども、A ピラーの方がめちゃくちゃ活用できますね。これ例えば左に寄せようと思った時にもうねカメラとほぼ同じレベルでこれは寄せられるかもしれない。なので今白線こうギリギリ走ってますけども、なんかそういうことも余裕でできますし、狭い場所入った際とかはこれ絶対活用できますね。でもう一つミラーの方についているこちらも結構幅寄せする際には活躍すると思いますけども、まあ一番はあれかな、あそこのミラーがめちゃくちゃ便利です。まああと皆さん気になってるこれ2スポークね、一応触れておくと全然嫌な感じはしません。この抜け感が非常に良くなってますし、決して不快感はなく、いやむしろ心地よくなってる感じはしますよね。この辺の持ちやすさなんかもすごくありますけども、ちなみにイーコンを切るとどうなるんでしょう。今これイーコン切りました。はい、そうするとアイドリングストップはこれしないね。やっぱイーコンと連動か。なるほどね。ここはねできれば機能はこう分けてほしいですね。イーコンオフにするとほらちょっとこう走り味が変わりまして、アクセルの踏みが浅いところで結構力が出てくれるんです。なので印象は結構変わるんですけども、ちょっとこの辺は気になるポイントかもしれませんね。なんかあえておそらくここは連動させるんでしょうけども、個人的には別々にしてほしかったなっていう感じがしますね。さあということでここから高速インプレッションに切り替えていきましょう。まず合流シーンですね。じゃあここはイーコンをオフで全開加速ベタ踏みでいきたいと思います。すいません、まだ全然距離も走ってないんですけども、皆さんにちょっと動力性能をお伝えしたいので、イーコンを切りまして、あーでもこの辺りロールもいいね。あーやっぱ足良くなってるわっていう話はさておき、じゃあここ40から一気に100キロかな、そこまで加速をします。いきますよ、30でいきます。せーの、トラ
が今いましたので一旦やめますけども、まあでもやめても今見てもらった通りです。加速感としてはこんな感じ。ちょっと一回速度を50くらいに落として、で100まで一気に加速させます。いきます。はい、100キロです。結構時間かかりました。なので絶対的な運動性能はそんなに高くないです。いや、そんなにというか、まあ、正直2文字で表すならば非力です。ですのでやっぱ高速の合流シーン、さらにはまあフル乗車して土板路入ってきて加速とか、そういうシーンにおいてはターボが欲しくなるかな。ここからのじゃあ追い越しってなって、はい、速度を上げていきます。はい、100キロですね。こんな感じになりますけども、まあここはやっぱホンダを持ってしてもやはり NA だとどうしても非力な感じは出ます。で、高回転まで回すと結構エンジンノイズは大きくなります。しかもどこまで上がるんだろうっていうね、なんかどっかでステップアップ制御入るかと思えば、速度が上がるにつれてどんどん高回転を使うようになっていきます。まあこれは VTEC のなんかエンジンゆえなのか。でもすごいですよね、これ K でも VTEC の技術入ってますからね。バルブのタイミングだけではなくリフト量まで変えちゃうっていう、まあそれで走りの良さと燃費向上をやってるわけですけども、まあ、そういうエンジンになってます。さあ、そして乗り心地ですね。今80くらいで前のトラックに追従して走ってますけども、動きはやっぱしっとりしてる。で、ハーシュネスも気にならないレベルです。トントンと小気味よくいなします。で、そんなにボヨンボヨンずっと揺れが続くっていう感じではなくて、ある程度のこうダンパーの引き締め感もありつつホンダらしさ感じますけども、でも当たった瞬間の柔らかさ、この辺は先代よりもさらに向上しているかなと思います。で、路面の舗装状況に合わせてこのザラザラ感が発生しますけども、この辺りも全くではないですけども、まあ、普通にこう走っていて気になるほどビリビリした感じはなく、いい車になったなっていう、そんな感じがしますね。で、あと静粛性も今回メカニズムから言うと改良が入っていまして、ルーフライニング、これ厚み増しています。で、ノーマルでもフロアのところにシャオンカーペットを追加してるんですよね。ですので今回高速走った際の会話明瞭度なども向上していると。で、ロードノイズの印象どうかと言いますと、これね、先代よりも静かになってます。何が静かになっているかっていうと、ロードノイズ、まあ、フロア周りですよね、ここの全体的なノイズレベルが下がっているのと、あとハーシュネス、トントンって超えた際のこの音感なんかも少しねマイルドになっていまして、車内でこう響いてるノイズとしては少なくなってます。さすがに一般道よりは声張ってますけども、そんなにこう声を張らずに会話してもらえるんじゃないかなと思いますね。でも静粛性高まったの本当嬉しいですね。高速走った際にやはり課題点としてそこを上げてましたので、着実にちゃんと良くなってるっていうのは嬉しいなと思いました。直進安定性、こちらについてはこれもまあちょっとね良くなってる感じはするけども、まあ、そこまで大差ないかなっていう感じはしますね。プラットフォームも基本は先代流用ですし、大きくこうボディ剛性を高めるような、なんかそういうねリリースの記述はなかったので、まあ、どちらかというと衝突安全性を高めるとか、また剛性感っていう部分に関しては良くなってるのかもしれませんけども、まあでも結構こうしっかりとステアリングを握って、全くこう手に力が入っていない、本当こう普通乗用車の感覚とは違って、やはりこう多少なりともステアリングを握る力は入っていますので、ある程度やっぱりこうトルクをかけてセンタートレースするような感じではあります。じゃあ運転支援使っていきましょう。
今回ですね、運転支援が進化をしました。まず基本構成、ここにカメラが入ってます。フロントワイドビューカメラ、これがですね、水平角100度見れる非常に広角のカメラ、まあ、そこに高処理できる画像処理チップが組み合わさっていまして、それで運転支援を司っています。ホンダセンシングと書かれていますけども、じゃあ起動していきましょう。メインのスイッチを押しまして、トグルをセットの方向に下げる。これで現在の車速でセットされます。じゃあ80で合わせていきますけども、単押しで1キロ、長押しで10キロになっています。でこの時点で実はいいところがあって、 ACC とL キャス、これが2アクションで入るようになりました。今までは3アクション必要でしたので、今回は1つ操作を減らして、よりこう使いやすくなってる、分かりやすくなってる、これが今回の特徴です。で追従感はどうかと言いますと、まあ、今トラックに追従して特に大きく加速はさせていませんので違和感ありません。でレーンキープの精度、これはね、良くなってるかもしれません。っていうか良くなってます。先代はもっと緩いカーブでもカクつく印象があったんですよね。ただ今回あんまりカクつかない。ちゃんと白線の真ん中をキープして走っていますし、まあ、今のところそれこそこう仙台で起きていた、なんかどっちかの線によって勝手に警告出すみたいな、よくわかんないところとかもありませんし、いい感じ。お、しかもジャンクションでこっち破線変わりましたけども、ここに吸い込まれていくのも皆無ではないにしてもあんまりなかったので、これね、制御感は確かに仙台よりも良くなってますね。なんか滑らかに運転支援の制御をやってる感じはします。いい感じ、いい感じ。うん、ちょっとこう車線の中でステアリング操作入ってますけども、その動きもね、結構滑らかな印象があります。追い越ししてみましょう。あ、追い越しアシストもまあまあ自然に入るかなっていうところですね。さあ、あともう一つ気になるステアリングの保持判断、まあさすがにトルク感応型だと思いますけども、なんかタッチセンサー仕込まれてるみたいな話も聞きましたので、ちょっとそこをね、リアルに確認していきます。安全を確保しながら一線を持てる状態で軽く離しています。さあ、いつ警告が出るか。5秒程度、10秒程度、大丈夫ですね。まだ警告出ません。あ、出ました。15秒程度でメーターに警告表示が出ます。で、ここで軽く持つと、あれ、これね、静電容量式じゃないですね。軽く触れてるだけで、静電容量式だったらもうこの本当ね、指が触れてるだけで警告出ませんけども、これメーターに警告出ますので、トルク感応型だと思います。ただトルク感応型ですけども、結構センサー感度は高くて、ほんと少しだけステアリング操作、これを入れてあげるだけで警告はやみますね。触れてるだけだったらダメですけども、ほんとちょっとでもこう力を入れるとこれで警告やみます。ここもちょっと進化してるポイントかもしれませんね。さあ、ということで高速降りましたので、ラストに燃費をお伝えしていきましょう。まあ、しかしながらその前にもう一回だけ、もう一回だけ言っておくと、これイーコン切った方が絶対走り心地いいですね。さっき料金所、これ ETC ついてないので止まってそこから再発進したんですけども、なんかイーコン切ってるのを忘れていて、あれ、なんかめちゃくちゃスムーズに発進するじゃんと思ったらイーコン切れてました。なので最初ちょっとかったるいなとか、なんか変に回転数だけが上がってって思う方は、ぜひイーコン切って走ってみてください。結構印象変わります。ということで、じゃあ燃費を見ていきます。お待たせしました。さあ、今回の試乗だけで一体いくら出たかと言いますと、リッターあたり
23.4キロになりました。グッド、エクセレント、素晴らしいです。 NBOX さんやるね。 NA はこういう燃費の良さも一つ魅力なんです。ちなみにカタログ数値、これ仙台よりも若干良くなっていまして、ノーマルの NA で WLTC モードが 21.6キロになってます。わずかに上がりました。まあでも今の時代もう各社燃費競争はやっていなくて、どちらかというとこう走り心地とかそっちに重きを置いている中、ちゃんとここもね改良されているっていうのは偉いなと思いました。というわけで今回は NBOX のノーマルの NA グレード、こちらの試乗インプレッションを一般道と高速道でお伝えしてきました。やはりいい子を切った方が走り心地いいです。しかも乗り心地、ここがかなり良くなっていて驚きました。というわけでホンダ NBOX 試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。